安間隆義は、静岡県出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現在は、J リーグ FC 岐阜監督を務める。静岡県浜松市出身。出身校は、浜松市立泉小学校、浜松市立高台中学校、静岡県立浜松商業高等学校、駒沢大学。1992年より、ホンダ技研工業サッカー部でプレー。 選手としては引退まで一貫してプロ契約であった。旧姓は大中1998年より安官で登録されている。ポジションは主に MF でジャパンフットボールリーグ、日本フットボールリーグとまたいで現役通算10年ベストイレブンに4回選出され、1998年の QJFL ではフェアプレー賞を受賞。 現行の JFL において1999年に MVP を受賞した。2001年に契約終了に伴い現役を引退。2002年からホンダの監督に就任。JFA 公認 S 級コーチライセンスは未所持であったが近い将来の同資格取得を条件に人間性を変わる手の就任となった。アンバを下うジのンの活躍や古橋達也を SB から FW へコンバートさせる起用が当たり、同年 JFL 優勝。カウンター主体の戦術で2003年と2004年モニーの成績を収める。2004年限りで13年にわたって在籍したホンダを退任。2005年より大木武史監督に誘われバンフォーレ甲府コーチに就任。伸び悩んでいた長谷川太郎を J に日本人得点王に大成させたほか、 ベンチ外メンバーを指導して、多くの若手を育て上げ大木と共に、J1 昇格の立役者となる。2006年 A 級指導者ライセンス取得。2007年より、ヘッドコーチに昇格し、同時に J サテライトリーグ監督として、指揮を取っていた。2008年に S 級ライセンスを取得し、2年契約で J2 甲府の監督に就任。選手の成長と観客へのアピールのため、 片方のサイドに人数をかけて、パスを回す、クローズというスタイルの攻撃サッカーを大木から継承し、ホンダでの実績や、開幕前のトレーニングマッチでの好成績によって、評論家などから広島と並ぶ昇格候補と、評されたが、開幕5戦連続未勝利とスタートダッシュに失敗。その後持ち直しを見せるも、得点源の不在や、不要意な失点によって、 第13節から第20節まで7000未勝利と低迷した。不満なさから、第16節愛媛戦後には、ゴール裏へで向きサポーターの前で頭を下げ、第20節 C 大阪戦後の記者会見では、勝ちたい、と涙ぐみ、自信喪失を伺わせた。同年7月以降、外国籍 FW マラニオン及びサーレスの補強によって得点力不足は解消されたが、 広島を除く上位陣には勝てず、最終順位は7位。J1 昇格争いには絡めなかったが、シーズン中盤からの巻き返しと、選手からの厚い信頼を評価され留任。2009年は即戦力重視の補強と、プレスディフェンス主体のサッカーに切り替え、隙のないチーム作りに取り組んだことが走行し、スタートダッシュに成功。上位相手に検討し仙台、C 大阪。 湘南と J1 昇格争いを演じる。だが、この年の j には、全51節というかつてない過密日程であった、ことから、主力の疲労蓄積を考慮せざるを得ず、開会相手にメンバーを入れ替えて臨んだ。結果、新加盟の栃木、富山、岡山には、第2クールまで2敗4分と勝ち点を取りこぼした。第3クールには、新加入3クラブ相手にも、 フルメンバーで戦い3勝したが、負傷や累積警告によって欠場した主力の穴埋めに苦戦する中で仙台と C 大阪に引き離される。昇格最後の1枠を湘南と争うも、第49節の直接対決で敗戦。最終節まで昇格の可能性を残したが、勝ち点1差で及ばなかった。シーズン終了後、契約満了により退任。 選手からは胴上げで送られた。2013年に採用した3から1から4から1から1の夫人。2010年、カタール・富山のヘッドコーチに就任。同年9月、成績不振を理由にソリン・ハク監督が解任され、その後任として富山監督に就任。同年6月開催の FIFA ワールドカップにおける、チリ代表の戦術から着想した3から3から。 三から一など新たな布陣を導入。さらに、アンマ曰く負け癖のついていた選手の意識改革のため、ソリン体制下で、出場機会に恵まれなかったものであっても、状態次第で起用する旨名言し、チーム内競争を喚起した。また、アウェー戦では、当地出身選手を積極的に起用し、奮起を促すという選手心理を巧みに使った、起用法を採用。 2010年、J2 第32節北九州戦では、九州出身の浜野祐希が逆転ゴールを挙げたほか、第34節熊本戦では、熊本県出身の関原両側が、J8 ゴール、第36節岡山戦では、岡山県出身の江添健次郎が2得点を挙げるなど成果を挙げた。2011年、富山と2013年までの3年契約を締結。 強化費や縮もあって、J1 昇格を狙える選手層を確保できず3年間会にあえいだが、着実な積み上げによって、パスサッカーの浸透が進んだこととチーム力を高めるには、その育成手腕が欠かせないという評価のもと、クラブ首脳から厚い信頼を寄せられた。契約満了を迎える2013年末にわた、クラブからのオファーも届いたが、契約延長の打診に応え、 2014年も留任。2014年は、世代別日本代表の中島翔也の加入によって、先日、夫人を再考するも、これが走行せず、J2 第16節終了時点で再開と低迷。退路を立つべく、第17節湘南戦の前には、今後も試合で参照できなければ、あとは、会社の判断という身体伺いをクラブに提出した。 その後も湘南戦含め連敗が続き、第19節終了時点でノルマ不達成を確定させたが、クラブ側はアンマが築き上げたものをゼロにするリスクがある。勝ち点9ありきで判断しないと、当初から解任には消極的で、第20節長崎戦の勝利後に式継続を発表。しかし、流れと関係ないミスで失点する悪癖を解消できず、再開脱出を果たせないまま、 第39節で J3 降格が決定。シーズン終了後に監督を退任した。富山県の教科アドバイザーも兼任しており、株組織の整備や県内高校生の指導にも尽力していた。2015年 FC 東京のコーチに就任。同クラブのゼネラルマネージャーである立石隆之とは S 級指導者ライセンス受講の同期で、富山監督時にも平手良や、 中島らを期限付き遺跡で受け入れるなど両者には強いパイプがあった。2016年から J3 リーグに参戦するセカンドチームの FC 東京 U-23 監督を兼務。タクラブと異なり、試合員以外はトップチームと合同で活動、西登録選手の複数投用という難しいチーム作りを求められる中で、10試合で形を作ると焦らずに指導を続け、 選手層の底上げに注力した。7月に上福博氏がトップチームの監督を解任されると U-18 コーチから配置転換された中村氏がトップチームコーチと兼任で U-23 監督に就任以降はトップチームのコーチ業に専念している。2017年9月成績不振により退任した篠田義幸に代わり暫定的に トップチームの監督に就任。翌年より、長谷川健太が監督に就任することになったため、この年限りで退任し、2018年より、トップチーム高知県 U-23 監督に復帰。2021年、FC 岐阜の監督に就任。ありがとうございます。